同人誌印刷所とは、同人誌の印刷、製本などを請け負う印刷所である。同人誌印刷専門の印刷会社と、同人誌印刷も請け負う一般の印刷会社とがある。同人誌印刷所は、勝負数の同人誌の製版、印刷、製本を行い、顧客に納品する。納品先は、顧客のほか、コミックマーケットに代表される、 同人紙即売会会場への直接搬入や、同人紙を扱っている書店への納品もある。同人紙制作環境のデジタル化が進んだため、ほぼ全ての印刷所がデジタル原稿への対応を済ませており、2017年現在、同人紙印刷所に発注される原稿の8割以上がデジタル原稿となっている。このため、一部の印刷所ではデジタル原稿のみを受け付、け、 紙原稿での入稿を断る印刷書も出てきている。同人誌印刷書の広告には、自社の社長をキャラクター化して登場させていることが多い。有名なものに赤月印刷の、酒井さん、クリエイ車の、ンドンピコの、ピコ級、オービ出版の中パンダなどがある。業界団体として、日本同人誌印刷業組合がある。しかし、加盟していない業者の方が多い。 1970年代から1980年代、初頭の導入活動で作成されていた、導入紙は、主にガリバンや青焼きで作成されていた。これは、当時オフセット印刷の価格が高く、また印刷所からは最低でも1000部は発注することを要求されていたからだった。これに対し、1980年代から50部や100部からの勝負数を対象に、 比較的低価格で、なおかつ高品質なオフセット印刷で、同人誌を印刷する業者が登場した。これが、現在の同人誌印刷所の原型である。同人活動の拡大とともに、同人誌印刷所の数も増加していったが、バブル経済崩壊後は、不況の煽りを受けて撤退、あるいは廃業した業者も、少なくない。同人誌印刷所を利用する場合、大まかに以下の順序を踏む。 同人誌印刷書を利用しようとする場合、まず印刷書のマニュアルを入手する必要がある。多くの場合、印刷書にマニュアル郵送用の郵便切手と宛名カードを送る。マニュアルが送られてきたら、発注する本の想定を決め、印刷料金を確認する。複数の印刷書のマニュアルを比較するのも有効である。特定のイベント合わせの同人誌を発注する場合、 印刷所がその期日に納品するための入稿締切日を発表するので、極力締め切りに間に合わせるように原稿を完成させる。工日、印刷所の作業スケジュールを調整するため、予約が必要な場合もある。印刷発注書を記入して、印刷所の窓口に原稿を持参するか、印刷所宛に原稿を送付する。デジタル原稿の場合は、FTP 入稿ができる場合がある。 印刷料金を入金する。基本的に前払い。事前にメールやファックスで見積もりを出してもらうと良い。印刷料金は窓口で払う銀行振込み、ゆうちょ銀行の普通合わせを送る、クレジットカード決済などの方法がある。完成した同人誌が納品される。自宅送り、イベント搬入、書店搬入などがある。 送料や搬入代がかかるが印刷料金と一緒に計算される。同人誌印刷所に入稿する原稿は受け付けてすぐに作業に書かれる完全原稿であることが前提である。印刷所によって細かい規定があるので原稿作成前に確認しておくのが望ましい。原稿のサイズは印刷所が指定した企画寸法のものであることが望ましい。 さらに原稿用紙の大きさも統一してあることが望ましい。原稿の各ページには極力全ページにノンブルが打ってある必要がある。白黒原稿の場合、インクが黒ではなく濃いグレーである場合があるので注意を要する。スクリーントーンの網点が黒ではなくグレーの場合もあるので注意を要する。カラー原稿の場合、厚いイラストボードに描かれていると、 シリンダー型のイメージスキャナに対応できない場合がある。現行作成側の制作環境と印刷所が対応している入稿環境が一致している必要がある。主に対応している環境には、Photoshop、Illustrator、Indiswin、Quark Express、Comic Studio などがある。ただし、同じソフトでもバージョンによって対応していない場合があるので注意を要する。 カラー原稿の場合は RGB ではなくクマックで色変換する必要がある。しかし2017年現在では独自のプロファイルや RGB 色変換エンジンを使用し RGB 原稿でもパソコンモニターのイメージ式帳に限りなく近い印刷を実現している印刷会社も増えてきている。解像度はカラーの場合 350dpi が望ましい。 基本的なカラー印刷のスクリーン線数が175ルプイで製版されるからである。高精細印刷やハイビジョン印刷ではこれよりも解像度を高くした方が綺麗な仕上がりが望まれる。本文白黒印刷の場合、カラーよりも高精細な 600dpi 以上を推奨するところが多い。導入紙印刷所の基本料金の一例導入し、 印刷所の印刷料金は、その印刷所で最低限の想定の導入紙を納品するための基本料金がベースになっている。製本される本のサイズとページ数、印刷部数によって基本料金の額が段階的に定められている。基本料金には大まかに以下のものが含まれて計算されている。 基本料金に追加料金を加えることによって様々な追加想定をプラスすることができる。主なものは以下の通り、基本料金とは別にセットものと呼ばれる印刷商品もある。これは印刷所が指定した想定で入稿される原稿に基本料金から計算するよりも割安な価格で受注するというものである。セット商品には印刷所によっていろなものがあり、 セット商品が多いことを売りにしている印刷書もある。イベント合わせの場合、締め切りよりも早期に入稿すると早期入稿割引が適用されることがある。逆に、締め切りを過ぎてからの入稿は割増料金が加算されるので望ましくない。ただし、大台印刷の場合は別に締め切りが設定されていることも多い。オフセット印刷料金は競争原理によって 長らく下落の傾向が見られたが、2017年現在は、印刷資材の価格上昇により、上昇の傾向にある。一方で、オンデマンド印刷料金は、オフセット印刷ほどの価格上昇は見られない。これは、オンデマンド印刷機のランニングコストが低いためである。同人誌印刷所に入稿された原稿は、免付され、製版される。これまで、広く使われていた。 ダイレクト製版に代わり、ほとんどの印刷所で紙原稿をスキャナーで読み取り、CTP 製版で印刷版を出力する印刷所が主流である。ダイレクト製版では、印刷版は紙をベースにしたもので、版の色からシルバー版と呼ばれているものを使用する。主に大部数印刷の場合は、CTP でアルミプレートを製版することが多い。カラー原稿の場合、原稿を スキャナーで読み取って CTP で出力し印刷版にレーザーで焼き付ける工程である。印刷には正確な位置合わせが必要なため印刷版はアルミニウムを指示体にした PS 版が使用される。デジタル原稿の場合白黒原稿でもカラー原稿でも原稿データから直接印刷版を出力できる CTP システムで製版される。 かつて当人誌印刷で広く使われていたダイレクト製版はデジタル化の浸透によりほとんど廃れていっている。また、現行のデジタル化も進んだため、コスト削減のために紙現行の製版設備を備えない印刷書も2017年現在では少なくなく、紙現行を入稿するときは追加で製版料金を請求したり、紙現行の入稿をそもそも受け付けない印刷書も現れている。 印刷版が印刷機にかけられて紙に印刷される。印刷機は一色機や二色機のような菊反載版、小型印刷機が主に用いられる。両面印刷機やフルカラー印刷用の四色機や五色機も用いられる。大台印刷には専用の印刷機が使われる。極小部数の印刷のために、原稿から直接印刷物を仕上げる、オンデマンド印刷機を備える。 印刷所もある。勝負数に対応でき、印刷工程も軽減できることから、オンデマンド印刷のみの印刷所も増えてきている。印刷された紙は製本され、化粧立ちをして、規定のサイズに仕上げられる。品質検査を行った後、梱包されて納品される。導入紙印刷所では、導入紙の他にも様々な印刷商品を取り扱っている。これらのものも、 同人誌即売会で販売されたり配布される。同人誌と違って、提案や製本の必要がなく、印刷して断裁すれば完成することから、ページものと対照的に、ペアもの、刃物と呼ばれる。サークルの情報を知らせる情報ペーパーや、便箋などがこれにあたる。コピーでも安価に作れるが、印刷所では印刷インクの色を変えたり、フルカラー印刷などで、 オフセット印刷のメリットをプッシュしている。B2 や A1 サイズの大型フルカラーポスター印刷は、オーバンインクジェット出力、販売やディスプレイ用に使われる。また、A2 サイズくらいまでのものや、スティックポスターなどのコレクションに適したものなどは、オフセット印刷による。2017年現在、布地への印刷技術が普及して、インクジェット等で少量生産にも対応できるようになり、 ジャンルによっては反復するサークルも少なくない。防水加工された印刷物による手下げ袋も一部のサークルで販売されている。使用時に宣伝効果が見込まれるので必要以上に大きい手下げ袋を用意するなど力を入れている業者もある。CD や DVD のプレスやレーベル印刷、ライナーノートの印刷やパッキングも行う。自主制作音楽や コンピューターソフトなどの導入ソフトサークルで広く利用されている。レコーダーで DVDR 等を追記型記録媒体に記録する場合とスタンパを制作してプレスする方法があり、校舎は大量生産に適している。様々なグッズに印刷を施して納品する。夏のうちわが代表例。グッズによってはスクリーン印刷や担保印刷など本来は 導人誌印刷所の範疇ではない印刷方法が用いられる。2017年現在はキーボードやマウスパッド等立体的な製品への印刷も可能になり創作活動の幅が広がりつつある。導人誌印刷所を利用する客層は幅広い。若い方では高校生がアルバイトで得た収入をもとに個人誌を出したり、 高校の満権で武士を出すことも珍しくなく、そのために印刷書を利用する。熟年層でも、同人誌即売会で活動する場合に利用することがある。一般的な客層としては、10代後半から30代前半の顧客が多い。また、女性の顧客が多いのも特徴である。顧客層が若いため、現行作成や印刷に関するノウハウを十分に身に、 付けていない場合や、印刷料金の区面に問題がある場合もある。同人誌印刷業界は、歴史が浅いため、解決されていない、様々な問題がある。同人誌印刷所は、基本的に中小規模の企業で成り立っており、一般の軽印刷と同じような小規模の印刷所も、少なくない。また、同人誌専門という印刷所も多くはなく、一般の商業印刷と兼業であることが多い。 同人誌印刷は時期によって受注に波があり、夏込み前の7、8月、冬込み前の11、12月には大量の受注があり、ほとんどの印刷所はこの時期を書き入れ時にしている。一方、1、2月、9、10月は受注が少なく、繁忙期と換算期の差が極端と言えるほど大きい。このため、換算期に割引サービスを行って、 受注を獲得しようとする印刷所もある。印刷業界は昨今の出版不況の影響により発展が鈍っているが、同人誌業界は順調に発展を続けている。このため一般商業印刷を行っている印刷会社が同人誌印刷に参入するケースも多々見られる。このような印刷所は今まで商業印刷をやってきたことを売りにしていることが多いが、 一般商業印刷と同人誌印刷に求められるニーズが違うことから採算が合わないことも多く撤退するケースも少なくない。その一方で商業印刷の片手間にオタクから金を巻き上げることを目的として同人誌印刷を行う業者やブローカーも存在する。同人誌印刷所の倒産、廃業も起きている。このような場合、 受注した原稿が印刷工程でストップしてしまうこともあり得る。2011年に廃業した愛知県の印刷所の例では、信仰のある石川県の印刷所に印刷を引き継いでもらい、無事に納品されるということがあった。廃業まで至らなくとも参入はしたものの、勝負数で儲けの少ない導入し印刷から撤退した業者は数多い。また、デジタル原稿を オンライン入港する顧客が非常に多くなったことから、東京に出した支店や営業所に原稿を持ち込む顧客が減り、コスト削減のために営業所を撤収する印刷所もある。先に述べた通り、換算期と繁忙期の差が大きいため、繁忙期には1ヶ月間休みなし、また交代での徹夜作業も珍しくなく、そのためのシャワールームや仮眠室を備えている印刷所もある。 それでも足りない場合はアルバイトを雇うこともある。同人誌のうち二次著作物として扱われるものに、関しては、現著作者が二次著作物の存在を許容しない場合、同人誌の作者はもちろん、印刷所にも著作権侵害の告発を受ける恐れがある。印刷所の方針にもよるが、著作権に厳しいと言われている、ディズニー、ニンテンドー、サンリオのキャラクターの同人誌は引き受けないこともある。 また、肖像権についても、芸能人の写真などの無断使用を根拠に、作者や印刷業者が法的責任を問われる場合も、ある。スクウェア・イニックスとディズニーのコラボレーション作品、キングダム・ハーツが発売されるとき、キングダム・ハーツの導入紙は引き受けないようにしましょう、という内容のファックスが、全国の導入紙印刷所に流されたことがある。印刷所と顧客との意思疎通や、 認識の違いから様々なトラブルの事例がある。発注元に原因がある物原稿の状態に問題があるもの締め切り破り印刷所の指定した締め切りを過ぎての入稿。仕上がり、品質に大きく影響するほか、納品の遅れや希望の発注数を印刷できないといった事態にもつながりうる。同人用語で国道入稿と呼ばれる。なお、 通常の締め切りとは別に特急印刷を用意している印刷書もあるが国道入港の言葉の意味に特急印刷が含まれる場合もあるデータ不備入金トラブル原則として全金の業者が多く締め切りに原稿が間に合っていても入金がされていない場合に印刷に取り掛かれない最悪納品日までに入金がないために商品の引き渡しがされないといった事態につながるまた 入金の控えを保存していないために、入金の確認を取るのに時間を要し、その間、作業が滞る事態も見受けられる。印刷所に原因があるもの18歳以上を対象に、した成人向け道にには、性、暴力表現や、正規の描写について印刷所独自の規制基準がある。正規に黒線を一本乗せれば良いというところから、 正規全体をベタで塗りつぶさなければならないところまである。これらの規制は印刷所の担当者が警察の歪説物陳列罪に該当しないようにカバーしているものだが印刷所の基準と警察の基準が異なることから印刷所で修正した印刷物であっても取り締まりの対象になるケースがある。また、それぞれの印刷所の基準だけでなく書店や 即売会での基準が異なることにも留意したい。2007年、四国の同人作家が出した、同人誌が、わいせつ図画の反復容疑で摘発され、利用していた印刷書ブロスも、家宅捜索を受けた。日本同人誌印刷業組合では、成人向け同人誌を引き受ける、際のガイドラインを策定したが、これも拘束力を持つものではないため、 最終的な判断基準は印刷所に任されており、やや曖昧なものとなっている。日本の税法上、主たる収入のほかに、副収入が一定額以上であると、確定申告をして納税する必要がある。同人誌の売上で、この収入が一定額以上になった同人作家に対し、税務署が事情を聞くことがある。1997年、共振印刷が税務署から、 申告漏れを指摘された。これにより、税務調査で顧客名簿を入手した税務署が、同人誌の売り上げで一定額以上の副収入を上げている、同人作家に対し、同人誌の在庫数や収支記録の提出を求めた事例があった。ありがとうございます。